お世話になっております。藤井です。日本の人口減少、少子化がより深刻になってきております。そんな中で日本を変える、日本を救うかもしれない本を紹介します。こちら、幸せなお産が日本を救うという本です。この本はですね、まだ多くの方が気づいていないであろう、出産で日本を変えるといった考え方を学ぶことができます。この本のポイントを3つに絞ってお伝えしたいと思います。1つ目、自然文面の素晴らしさ。2つ目、西洋科学主義の批判。3つ目、男女平等への批判。もう3つともですね、今の時代の流れとは真逆方向だと思うんですけれども、ぜひ皆さん、常識的な考えを一旦置いておいて、柔軟な頭で聞いてくれると嬉しいです。1つ目の自然分娩の素晴らしさなんですけれども、まず自然分娩というのは、もう医療的な出産ではなくて、自然に生まれる出産、自然なお産であります。この本の著者の吉村忠先生は、産婦人科の医者です。お父さんも産婦人科医の開業医でして、お父さんが倒れてしまったことで、吉村先生が28歳の時に、実家の吉村医院を継ぐことになります。はじめは最新設備を導入して、最新の医療的な出産を行っていました。ところがある時、ハッと、これでいいのかと疑問を持つようになりました。こんなことがあったんですね。陣痛が始まった産婦さんが一人で分娩室にいて、それを別室にいる吉村先生がモニターで見ていると。最新設備を駆使しているわけですね。しかしですね、お腹に電極やらコードのついた産婦さんが分娩室に一人で、そして恐怖に怯えた表情をしているのを見て、これはいけないと思ったそうです。そして吉村医院は最新の医療的なお産から自然のお産にシフトしていきます。そうするとですね、何が起こるかというと、儲からないんですね。帝王切開や陣痛誘発剤を使うと、医療的な行為を行うと、その分お金をもらうことができます。ただ、自然なお産は儲からないんですね。医者仲間からも変わり者扱いされて孤立してしまったそうです。私も変わり者扱いされて孤立しております。でも、吉村先生は、自然なお産、いいお産が見れる毎日がとても楽しかったそうです。お母さんが医学ではなくて本能で産み、赤ちゃんも本能で生まれてくる。お母さんも赤ちゃんもピカピカで喜びに満ち溢れている。そんな新しい人生のスタートを見れることがとても幸せだったそうです。ぜひですね、自然のお産の素晴らしさについては、私の過去の動画、坂本藤江さんというですね、助産師、95歳の助産師さんのシリーズがありますので、こちらも合わせて見ていただけると理解が深まると思います。二つ目は西洋科学主義への批判。これはですね、もうかなり痛烈に批判しております。まずですね、科学というのは、科に分ける学問です。物事をどんどん細かく細分化していって、物事全体を捉えるという感覚が失われてしまうんです。本文を読み上げますね。目の前で笑ったり、怒ったり、悲しんだりしている一人一人の人間の笑顔のあり方、生き方、感じ方を相対として見ずに、ただ子宮だけ、膣だけしか見ない。これが科学だと。そして西洋科学主義はとにかく安全を優先します。危険や苦しみを極力回避します。まあ、ここだけ聞くとですね、そんなに悪いことではないと感じるかと思うんですが、数パーセントでもリスクがあれば、帝王切開に持っていこうと、自然なお産ができないように持っていくわけです。物事を細かく分けて、局面しか見なかったり、リスクを避けることを優先する。こういったやり方は、生き物がもともと持っていた活力や生命力を失ってしまうと書かれています。人間としての本能や心はそこにあるのといったところでしょうか。三つ目の男女平等。まず、男とはどういうものが書かれております。女のために、命を捨てる覚悟をしてこそ男です。男性諸君、どう感じますでしょうか。そして続く言葉がまた強烈です。では問いたい。女は命を捨ててまで男にもらってもらえるような価値ある生き方をしていたのか。まあ、ここだけ聞くとですね、男が女を守ってやってるんだから、みたいな、ちょっと男尊女卑的に聞こえたかもしれませんけれども、そんなことはないですね。吉村先生は男女平等に対してこのようなことを言っております。女性の地位が上がったなどと大喜びしているのは愚の骨頂です。女が騙されているだけなんです。女の地位が上がったのではない。女が男に格下げされただけなのです。女性たちを騙されてはいけない。あなたたちは
男に格下げされるような性ではない、もっと女であることに誇りを持て、男女平等によってですね、女性が男性のところに引き上げられたという考えではなくて、女性が男並みに引き下げられたという考えなんですね。あるいはもともと女性の聖域だったところが男性に奪い取られた、そういう書かれ方もしております。この考えに興味を持ってくれた方はぜひおすすめの動画がありまして、こちらなんですけれども、賀来初先生という82歳の助産婦の方がですね、やはり男女平等はちょっとおかしいんじゃないかというような女性の立場から語られた動画がありますので、こちらも合わせて見ていただけると理解が深まると思います。というわけでこの本はですね、もう出産から始まるんですけれども、果たして今の世の中これでいいのか、人としてこれでいいのか、男としてどう生きるのか、女としてどう生きるのか、考えさせられる哲学書でした。かなりざっくりとした要約になっておりますので、気になった方は概要欄にリンクを貼っておりますのでクリックしてみてください。このチャンネルでは地域と日本の人口増加に向けた取り組みを日々発信してまいります。そして今回のように私の日々の学びをあなたと共有していきたいと思いますので、チャンネル登録がまだの方はポチッと勉強仲間になっていただけると嬉しいです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。